はい、おはようございます。ほら、すげえでしょ、梅干し。これ、去年の梅干しかな。今、奥さんがもう、朝ごはん作って、起きましたね。ほら、ここにね、梅干しがあるんですよ、去年の。今年のはまだ、食べなくていいんだけどね、去年の。これはね、シソが入ってないから、色が、ねえ、やっぱり、その入ってない梅干しの色ですよね。微妙にみんな違いますよね。ここが梅干しでなんだけど、もうなくなっちゃって。昨日おじいちゃんに梅干し出してあげなかったな。さて、何を作るべえかなというのが私の今日の課題でござる。なんと味噌汁は昨日のやつが残ってますね。なんかこれで味噌汁は OK。 ただこれだけじゃ払えって生きちゃいけねえのよね。ということで、今日一日のタンパク質を食べる予定を作んなきゃいけないね。これどうしようかな。八分が空きのミシンだからな。戻すの時間がかかるんだよな。この回戻さないとダメですよね。これ昨日のあの、なんだっけ、餃子のあんがちょっと残ってるんで、今日は厚揚げに入れて焼いてやったりしてみたのね。なかなかいろんなことができるのが楽しいですよね、自分でやるとね。まずはこれ焼きましょうかね。一品だけ焼こうかね。これ、マルボッシュですね。マルボッシュカントリー。おい。だよね。あとは、キャベツを炒めて、キャベツとひき肉を炒めちゃって、それでいいかな。磨きにしん、やっぱりちょっと作ろうか。五分が空きなんで、ちょっとだけガタガタと言わないとダメだけどね。めんどくせえやね。めんどくせえやね。こいつはね。磨きにしんなんてもんはね。本革きだとね、もうすごいけど、八分がきか、このぐらいのやつやね。往々にして私たちの食卓を飾るでございます。往々にしてっていうかな、私の食卓は先っちょの方はあんま美味しくないんでね、これね、雑味が出るんで捨ててしまいます。ごめんな、ここまで来てくれたのに、お前を生かすことができなかったよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。どうなんだろうな。よく俺はあれに入れるけどね。なんて言ったっけ。おにしめを具にするんだけど、そうするとなんか味がね、ちょっとしょっぱみが足りなくなったりして、あんまり嬉しくない。嬉しくない。はい、ちょっとこれをこうやって、これ簡単だからね。簡単ってのは、僕がやるのは簡単なやり方だからね、というかね。やるのは手間だよ、面倒くせえよ。ほら、これが、米ぬかですね、このか。このか。こちらに来ぬか、おぬし。このかですね。こちらにこぬかが出ました。冷凍しておかないと虫つくからね、気をつけてね。あ、これ、小麦粉が、なんか固まってますね。へぇ、こういうこと起こるんだね。冷凍しとくと匂いが嫌でね。かといって、おぉ。なんかこれ気持ち悪い、これ。塊、あると。
捨てよ塊は。もうちょっとこんなでいいかね。ちょっと多かったね。ほんと一握りでいいですからね。ちょっと多かったです。ちょっと多かったです。結構捨てます。これまあタラみたいなもんなんでね。これでガラガラと煮るか。ガラ煮るかね。こんなだろう。大体まあこんなでいいろうなんていう時やめますけどね。大体ですよね、本当に。その後で出汁料理で煮込みますけど。どん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 。その間にあれだね、鬼しめを用意しておきますね。鬼しめカントリー。おにしめといえば大根でしょ。大根、大根、大根です。大根です。人参です。しいたけです。大根、人参、しいたけ、ごぼう、れんこんねえよね。ここまでしかありません。今日ちょっと真面目に焼きやんのあんたとか言われたら嫌だろうね。突然ね、お煮しめにレンコンが入ってないのを怒られたりしたら嫌だろうね。せっかく一生懸命やったのにそれはねえだろうね。あんた気合がない、気合が入ってないからそうなんですよとかって言ったらもっと嫌だろうね。きっとその場で自分したくなるもの、自分ってなんだろうね。自分で粉パンを吐き出す。粉パン、粉パンってなんだっけ、ね、飯を口から吐き出すって言ったらしい。ああ、やっぱバカだ。もう今日疲れてんだよね。勘弁してくれ。うん。あ、いけない。こんにゃくだ、こんにゃく。こんにゃくあったっけな、もうな。もうねえかな、こんにゃく。ネバ勘弁。それはしょうがないな、ネバな。ネバ勘弁、粒が勘弁。ごめんは勘弁。ごめんで済めば勘弁はいらない。そうだよ。同義語、同四、同義語ってのはそういうもんだよ。だがな、ごめんにしかない風味があるんだよ、ごめんには。何かないかな、食べ。勘弁ってあれ、謝ってないよね。黒田勘弁。最後は出刃包丁が切れないよね。割れちゃいましたね。バリッと、バリッと割れるバリ刀でございます。イタリア料理だろ、あれブリッドでございます。旦那様なんかあれだよね、非執事ってこう、旦那のくだらないダジャレを冷たく受け流すよね。そういう傾向ありますよね、全国的にね。どうしてたのね。やっぱあれは、パーカーさんからだろうね。お嬢さん。パーカー？それはとってもいいわ。そういうふうに言ってす、この前。わかんねんだろうな、お前ら。サンダーバード見て育った俺をバカにするなよ。タッタラーン、タッタッタッタラーン、タッタン、タッタラーン。チュー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 。ね、なんていうの、コンポネーションってあれいいよね。一旦こう、俺はあれで、なんていうの、なんかこう、
音楽の深みを知ったよね。ああ、バカみたい。はい、こっちね、今人参が出来事しております。これはこれで煮て、最後にあれ、あっちはあっちで煮て合わせようか。そうするといいかもね。そうするとなんか、なんていうの、お煮詰めの美味しさみたいなものがね、ちょっと足りないよね、それじゃね。もうお店で売ってるお煮しめと一緒になっちゃうね、それじゃね。お、やばい。ね、グツ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 言ってまいります。何分ぐらいやってるかな。あ、後でビデオ見ればわかる。だよね、今柔らかくなろうとしてますね。柔らかくなろうとしながら、そのなんていうの、アクの部分をね、あの外に逃がしてますね。これはあの洗ってやりますからね。こんにゃくあったかな。こんにゃくカントリー、焼きそばがあるね。これかな、こんにゃく。お、あるじゃん、メゾンドあるじゃん。はい、じゃあこれにこれやって、そんなでもういいんじゃないかな。三輪謙信のこんにゃくでございますね。もうこれでこんにゃく終わりますね。また新たに新たな旅路が始まるのだ、こんにゃくの。なんか白くて見づらい、どうしよう。指切ったら、いや指は切らんでしょう。指は白くて見づらいのはこんにゃくだから、こんにゃくだと思ってこうやっていらないとこ切ることはあっても、指切ることはないでしょう。面白くね、せっかく俺がギャグとして言ったのに。ギャグ漫画 B よりなんかあったよ、ね、はい。ああ、ミヤキンシンのいい香りがしますね。ね、こうやって。本当ミヤキンシンはもっと本当テリテリに黒っぽく煮るのが美味しいですよね。でも今日はもう、もう時間がないんで。このまんま入れちゃいますね。アクが、アクだよね、あの小ぬかがね、残らないようによく見て、何回か洗えばいいと思うんだけどね。まあいいよ。よしよし。ニシンだけね、濃い醤油で煮てもうまいですよね。さっきも言ってたよ。はい。
勘弁勘弁勘弁黒田勘弁なんか今日はずっとそのネタ引っ張るのかな。どうしようお客さんのとこ行くんだけど勘弁とかね勘弁で済めばごめんはいらないんだよさっきはそればっかりそのままずっとね見ますからね。最初あの外側の三宅市の臭い香りが取れてますんで、出汁でっつってもそんな偉そうな出汁じゃないからね、見ておきましょうか。でこの人ね、この人を一匹だけ焼いちゃおうか。でもどうせなら3匹で焼くか。でも焼きたてがうまいからね、こう丸干しにわしはね。やっぱり今一匹だけ焼いて、夜残り2匹焼いて、でも俺この間これ朝3匹丸々食っちゃったからね。丸々カントリーバカ入ってるね。ちょっとねこれね焼いたやつがあります。でもねこれ焼いたやつだけど、これはあれだな、鮭を焼いただけなんで、鮭焼いただけの時はね、こういう時はもうそのまんまこれ焼きます。鮭あるから一匹でいいね。朝はねこれと鮭食べればいいからね。丸干しの時はこっちが切ってやるといいみたい。俺よく分かんなかったんだけど、こう切ってやると、こっち切るとあの内臓がみんな流れ出しちゃって意味がない。こう切ってあげると、ここね切るとこっち側が熱入るからいいみたいですよ。まだ今実証中です。これは実証中。5分返してですね。5分で15分。ちょっと長めにした方がいいかもね。5分8分弱とかね。5分8分弱。それで今日はちょっとサラダ作っちゃうんだよね。昨日なんかあんまりレタスが安かったから、こりゃうまそうだねって感じで買っちゃいましたね。ね、今あと80円、65円だったかな。一時期はすごい高かったけど、これはやっぱ冬も安くなるのはね、やっぱ劣化は少ないんだろうか。冬は、あ、今一生懸命煮ておりますね。ちょっとアクが出るよね。ちょっとアクはさらってやろうか。アクをさらう、網が、あんまりアクは取らないんだけど、磨きにしたのがちょっと取っちゃいますね。なんでもいいんですね、そんなに真剣にならなくてもいいんで。これ醤油ねと、まあこれで入れちゃいますかね。
ちょっと濃いめに入れていいと思うんだよね。出していいと思うんだよね。味はもう少しそっちの方が美味しいからね。おお、ニシンの味が出てますね。これなかなかうまいですね。ニシンはもう乾かさないとみんなボロボロドロドロになりますよ。ボロド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 ロってなりますよね。ブロッコリーがね、ブロッコリーがもう茹でてありますから、これをこのぐらい使いましょうかね。今日のルームサラダにはね。で、玉ねぎがあるんで、あ、違った、トマトがあるんで、玉ねぎをね、合わせてみます。これうまいね。あのポテトサラダにする時はポテトをね、使いますけど、なんかちょっと風味が汚れ方が玉ねぎちょっと風味のことができちゃった。はい、タムラに入れて、こいつをね、こうやって切って、で、玉ねぎはこう入れる感じだよね。こう、こっちからこう引く感じで、ちょっとだけ外に出る感じ。一番端っこ切れちゃうともうちょっとあのバラバラになっちゃうんで、あんまりよろしくないんで、それでもまあ切れてるかもなんですけどね。5分経ちましたな。ゆっくりこっちは切っていきましょう。しっかり押さえておくとゆっくり切れますからね。これあのみじんに切れていきますから、あーもうこれダメだな、取らんといかんね。シャープナーでやるだけでも十分違いますけどね。このぐらい細かいとね、ちゃんと大丈夫なんよ。ニンニクのみじん切りなんかも入れても美味しいけどね。向こうへ回って、西にはガンガンやってますな。マーボーシカンクリー、はい、最初の5分済みましたね。こう返してやるとこんなぐらい焼けてますからね。反対側はまだ焼けてない。これは下が強いんだよね。ね、こんなでいいですよね。最後の5分はゆっくりといきましょう。ほら、うまそうだろう。あ、昆布入れるのが出た。まあいいや。あ、昆布入らないとな、ダメだよな。どうしよう、怒られたら。昆布入ってないわね、あなた。なんか俺そんなに自分に自信のない男だったろっか。今日はちょっと格別だよね。玉ねぎを入れてしまいましたでしょ、ね、これ玉ねぎのコールスローですよね。これね、腕卵を入れてね、これでここにマヨネーズがバババーって入れて、バババババこれで十分うまいんだけど、十分うまいんだけど、このいろんなね、グリーン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 、なんだっけあの歌ね、グリングリーンって歌ってね、なんかあれ俺聞くたびにグリグリされる感じがして嫌だったけどね、小さい頃ね。どうですかね、なかなかね、グリーンサラダって言ったらなんか美味しいんだけど、結局は
これだけの話だからね。ここはね、あの後で焼きそばに入れたりしてるからね、ここだけが食えばいいからね。手でやっつける方が僕は好きだな。あ、けどやっぱ冬のレタスって感じがするね。セロリ、うん、レタスだよね。セロリとレタス、未だに間違えるもんね、自分で。俺、やっぱバカだろうかねって思うよね。いいよね、割り算できなくたって、本当に。プログラムかけるのさ。いいんだ、お前なんかできねえろ。そういう問題だよな、だろう。いや、そういう問題じゃねえだろう。なあ、まさやくん、割り算は大事だよ。いや、割り算できないんじゃないんだよね。九九がダメなんだ、そんで。だって割り算も、一緒くらいダメなんだよね。で、世の中の人はね、割り算ができないって言っぱい言ってね、悲しむ前にね、自分の服をもう一回やり直すってことが大事だよね。7の段がダメですよね、僕ね。7、1が、7、2が、これもうわかんねえ。7、2、16って思うもん。2、7、16? 2、7、14だよな。2、14は言えんだけど、4、2、16って覚えちゃってるね。なんでだろうね。だから7段の掛け算はやっぱあれだよね、緊張しますよ。俺、子供が書くできなくても別に怒んなかったもん。俺にできないことできるようになるんじゃねえよなんて思ってたもんね。奥さんは本当にこの人と結婚しなきゃよかったっていう目をしてますよね。目をしてましたかね。もう最近は諦めてますよね。しかしね、子供、上の子は俺によく似てますよね、そういう意味ではね。うん、まあ大変ですよ、苦できないのは。苦難の人生だよね。まあとは言っても、直し料理できんだからいいじゃんね。これがね、その玉ねぎ、これコールスローですよね、本来ね。このコールスローを、ここに入れてあげる。うまそうじゃろ。これパンに挟んでガブーなんつったらさ、最高だよね。血糖値一気300だよね。パンに挟んだつもりって感じで食うんだけどさ、ちょっとこうやって青いのと合わせるとうまいわが足りなくなるからね。お、丸干しカントリーが進んでおりますね。あれ、ひき肉でキャベツ炒めしようと思ってたんだけどな。なんかこれ作ったらもういいような気がしてきたね。あ、人参入れなきゃ、ここ忘れてた。人参が入るとね、赤くて綺麗ですね。綺麗みたいなね。人参も僕は皮は切らないですね、これね。これでさすがにここら辺を落とすけどね。はい、人参きれい。人参とね、なんだっけ、なんだかきれいだよね。これこのまんまわさっとのせると美味しいよね。パン挟んで食いたいね。まあ勘弁してもらおう。いや、俺はね、俺は食わないよ。でも奥さんは食ってっていうね、普通の人だもん。僕みたいな血糖値エリートはダメだよね。エリートにはエリートの道ってもんがあるんですよ、わかるかね。だから俺は丸干し食って満足するんだよ。ここの内臓がジグジグ言ってるでしょ。ここがね、ここがやっぱりね、地味栄養のある部分でございます。もう十分焼けてるね。
頭からみんな食えますからね、楽しみですね。ここの内臓のところがね、うまそうじゃろ。うんめ、うん、もう人生これでいいんだ。パン食えなくてもいい。ちょっと換気扇回さないとダメ。ここ熱くなってるから気をつけてね。ここね、熱くなってる。 おじいちゃん来たかな。いらっしゃい。おじいちゃん登場ですね。すげえ痛いですよ。ね、ね、ここら辺がね、うまそうでしょ。うん、うまっ。うん、もうちょいだ。うん、あ、いいよ、どうぞ。あ、ちょっと待ってて、味噌汁温めればいい。うん、おじいちゃんが来たんで味噌汁を温めて、うん、今味噌汁温めるよ。うん、ね、すげえ痛いですね。これでもうお弁当の方に入ります。お弁当だってご飯の方に入ります。おじいちゃんのご飯は、そっちの方が近いですね。これなんかもね、鮭マスだね、今日はね、マス。もうこの辺を、これがまあメインになりますね。煮しめはいいかな。で、肉を炒めたものを乗せて、ね、今日はキャベツじゃなくてグリーンスカーダーをね、乗せますね。やわらかうまそうでしょ。うまそうじゃろ。味噌汁を炒めておいて、飲んで、このね、俺はこれ食えないんだよ。子供にやってね、あ、そうか、キャベツはやるんだよな。ね、どうぞ。おう、入れましょうや。
父さん、もう大丈夫だよ。席の方にお着きください。梅干しだね。梅干しはね、大変大事だと思いますね。ああ、今日は雨だね。今日は雨でございますな。で、せっかくできてますから、これを一口だけ。すごいお腹でしたね。びっくり。煮立てをね、一口だけ入れてあげるといいよね。身は禁止にはどうせこれ汁の中入って言ってますからね。これがね、一緒に入ると美味しいですね。で、味噌汁は温まってきてね。ああ、ちょっとごめんごめん、こういう形で。ごめんごめん、今ね、今電気もつけますよ。はい、じゃあこれで、はい、熱々のお味噌汁に、今出来上がったお味噌汁に、いやこのね、うまそうだね。はい、箸出してね。まあ、それはもちろんね。で、ヨーグルトでございます。はい、これたくさん、キャベツ、これね、今日、レタスとかだからね、バリカもね、食ったんですよね。ということで、あ、そうだ、ちょっとこれ乗せてあげるの忘れてたね。イワシのこの綿のところ、まあ、ちょっと骨がね、あれね、よいしょ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 。これね、イワシの、あんなよ、たくさんだ。イワシの丸干しの焼いたところもちょっと食べてね。これ鮭だろ、今日はそんなごちそうでございます。はい、いただきます。はい、どうぞ召し上がってください。よし、じゃあ今お茶入れるっけね。はい、ということで、みんなも後ろに締め作って食べようね。はい。